ソングスリーゲームしようよ。ああ、ここで落としてどうすんだ。ああ、おめえよ。このスーパージュニア、優勝するために、今まで、いろんなものを犠牲にして、これだけにかけてきたんじゃねえんか。ああ、こんな。ああ、大事なところ落としてどうすんだよ。ああ、でも、高橋ロム、俺はこの B ブロックで、一番パワーがあって、どんな関節技かけられても、パワーで、逃げ切ってやっと思ったのに、あいつは D だか、E だか、なんだか知んねえけど、あのトライアングルは本物だ。またちょこちょこっと作戦立てて再戦してやつ、残り一戦だろ。俺はもう来年のスーパージュニア見据えてるんだ。残り一戦、そのロードトゥスーパージュニア26のための一戦だと思って、マーティスから絶対だ。あざがぼっとして、あんまりコメントできる余裕はあんまりない。田中、いや、翔だ。素直に面白かった。次は櫛田だな。俺は悪いが、お前の決めや一歩、ロープワークなしのプロレス、飛ばないプロレス、お前に付き合う気はさらさらない。いろんなプロレスがあって面白い。俺はそう思ってるからな。最後に一つだけ、HESY、 まだまだ先の話だ。